やべえ、指が覚えてる。我ながら感動するんだよな。運転は一旦まずいか。まだ霧とかいうクソモード。あいつしゃがんでよけやがった。リーンでよけやがった。ぼったちで死にやがった。ザッ。なんかあいつ、人の神経を逆なでするような。おい、行くな！なんか、検問してない？勝った！あいつやってるわ。あいつやってるな。もう嘘だろ。嘘だよな。それはそう。まあ、さすがに、少しPUBGするか。まあ、PUBGは別にやんなくても俺うまいんだけど。新作ゲームです。タイムリープしてきました。未来で5000時間プレイしてきました。おい、このロールのピック画面の最後の0秒みたいな時間やめてくれ。確認中とかいう抽象的な表現やめてくれ。PUBG は確か、思いっきり上向いた状態で、残り何百メートルとかになったらシフトをして真下向くと早いんだよ。あ、やべ、体が覚えてる。コントロールでふわつけるぞ。あ、やべえ、指が覚えてる。指が覚えてるゲームやんの気持ちいいんだよな。自分で我ながら感動するんだよな。脳で覚えてんじゃねえんだよな。体で覚えてる。あ、ちょっと運転は一旦まずいか。見て、嘘でしょ。嘘でしょ。しかもなんかチーミングしてない。あぶね。 OK、 終わった。終わった。武器持ってない。ふざけんなよ。よし、PUBG終わるかってぐらいマッチしないな。終わった。お、音声認識どうだ。おいよ、どこんねん。やばい、銃声聞いてどの辺かわからなくなってる俺。ちょ、いろいろ、いろんなところで銃声になりすぎ。こんにちは。ガソリンなくなりそう。あ、なくなっちゃった。おい、三人称で確認してくんな。ちょ、グレの練習しとこう。なんか今変な、うわっ、やっべ、なんだこいつ。いた。さっきのカーのやつがこっちに移動してるっぽかったんだよな。どこ行ったか全然わからん。わあ！つえ、どこかわからん。クソが。マッチングはいやと思ったら全然嘘。あ、届かない。本当はここ行きたかったのに。パラセウトが。下手くそだ。あ、タルコフと違って早い。うえ、下手すぎ。タイヤパンクさせて。やばい、むずい。いた。はぁ、まだ霧とかいうクソモードあんのこのゲーム。見えない見えない。見えた。うわ、いって、ちょ、やめて。ちょ、どこの、どこにで俺敵を発見したかすらもう覚えて。なんだ？は、当たってないの？こ
このゲーム壊れてない？なんかボスみたいなのが。え？ちょっと待って、ボット、これ本当にボットか？ジャンプしたぞ。え、なんか同時に死んだ。ちゅあっあっあいつしゃがんでよけやがった。いやリーンでよけやがった。ぼったちで死にやがった。俺がパンクさせたやつやん。ってことはどっちが人だったってこと？どっちが人だったんだろう。どっちが人なんだろう。むしろあっちにいるやつが人か。あいた。一発？めっちゃめっちゃあいつなんか こんな動きしてたぞ。発見。 AK むずすぎる。こんなところでは？あ、うざっ。なんかあいつ人の神経を逆なでするような神経がいらだつ。殺す。おい行くな！バカ！殺される。危ねえ。あ、切り張れた。ナイスです。やべえ、これ窓から顔出せない。検問してない？なんか止まってんだけど。車爆発してるし。嫌すぎこと。あいつマジ殺す。実質ここで決勝戦が行われる可能性すらある。なんかスキンつけてるぞ、おしゃれな。うざっ。当たってないのそれ。当たってるだろ。今のは外した。当たった。血出た。建物の中逃げあったやつ。一点。え、勝った。あ、一発。え、なんかスポーツカー乗ってんだけど、ランボルギーニ。音が。いいね、こいつ。
いやでもこの人いいプレイヤーだったな。なんかずっと遠くからスナイパーで俺のこと撃ってきてるやついいんだよな、さっきからずーっと。やってるわ、あいつやってるな。あいつ殺す。お前そっから、あつかそこいつ、あいつさっきのバギーのやつか。黙前で逃げてたバギーのやつだ。無線の向こうを。やべ。当たりましたよ。あのバギーはどこ行ったんだ。アフリカ TV いる。え、当たってないの今の。こっちも2人いるな。あ、おい、うまっ。車乗ってるやつ抜いてんだけど。こっちに来てると今俺が撃ってたやつと、うわー、ランチ入ってる。あいつ最強だ。ワンちゃん。PUBG っぽくていいわ。全然気づかなかった。確かに一人足んなかったな。え、ちょっと待って、今家の中いませんでした。おい、嘘だろ。嘘だよな。それはそう、それはそう。ってことはさっき俺のことを撃ってきた山上のやつとこいつと、あと MK、 あのギリースーツ着てたやつで終わりだ。パブジーおもろ。グローザもめっちゃありそう。まあまあ男すぎる。バカ、家の中入れ。何してんねん。俺しゃがんで回復。バカバカ、しゃがまねえと頭抜かれる可能性あるし、他から見られてる可能性あるだろ。しゃがめしゃがめしゃがめ。お前今間にいるけどアンチ入ってるから。で、反対側が遮蔽物ないから、右倒して左や。先に右倒せ。そう、そいつだ、そいつ、そいつだ、落ち着け。オッケー、あと左の車の音。あれ、撃って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 、プレッシャーかけて、プレッシャーかけて、投げ物投げてくれよ、相手、そのままスルーしたら。あー、張り付かれたー。アンチ死んじゃうよ、アンチ死んじゃうよ、アンチ死んじゃうよ。あー、見られてるよ。あつー、あちゃー。パブジーおもろいな。俺、渋春、京一郎、ユノシいるからな。多分今回のイベントのパブジートップ6ぐらいが多分 4人ぐらい入ってるぞ。トップ10でもいいわ。トップ10が多分4人入ってる。TPP なら謎に自信があるジャスパーがいる。いや、俺数に入れてない。ジャスさんには目13個持たせよう。え、でも実際、パブジーは目10個ぐらい持ってないと、マジで終わる。一人。まあ、10個はちょっと言い過ぎかもしれないけど、5個以上スモークいる。最低。それこそ、極端な話、13個ぐらい持ってても、全然足りなくなるぐらい使う。むずいんだよな。パブジーのね、アイテムのバランスマジで難しい。グレが重くて、でもグレも強いから、めちゃくちゃ持ちたいんだけど、あ、でも今グレってちょっと弱くなったんだっけ？今っていうかもうだいぶ前だけど、2年ぐらい前に。グレってだいぶ弱くなったんだっけ？その代わり火炎瓶とかが強くなったんだっけ。火炎瓶が家中めちゃくちゃ強いんだよな。
クソ広がるんだよな。あ、それノックバック昔あったの。それでも俺が言ってるよりさすがに昔すぎるかも。あの岩の裏にグレ投げてグレ当たって吹っ飛んだやつが崖下に落ちてって死ぬとか全然あったからな。あと別に崖下にまでは落ちないんだけど、その横に吹っ飛んでった勢いで落下ダメージ食らって死ぬみたいな。その落下ダメージが入るほど上から落ちて高低差があるわけじゃないんだけど、横飛びで対空時間長すぎて落下ダメージ入るみたいな、全然あった。